ジャルトアカロンドリーヌとルートとサトミですせーのサトミです。今日はラリアルのそう今日はバン惚れとげー何何何完結させない一人で完結させない盛り上げすぎて僕は何言うの今日はラリアルのバン今日は惚れとげ待って、初めて、初めて、バンって何？バンじゃない？テンション高いじゃん。爆発してたよ。何それ？今日は何やるのの後、教えてバンってやってたよ。何自分でもう刺しちゃうっていうね。もう一回、もう一回、もう一回。今日はね、もうええやろ。疲れたわ、これだけで。説明お願いします。まあですね、皆さん、ほうれん草ゲームというものがあるんですけれども、こちらね、ほうれん草を実際に、まあ、持ってくるわけなんですよ、北海道から。はいはい、北海道から北海道からこうやって漁ってきてあるかなないかな、たまにない、ないことがあります。たまにないことがあるんだ、ほうれん草。ないことがあるので、うん、そこは臨機応変に、うん、いろいろとね、やっていくわけなんですけれども、うんはいはいはい、まあ、申請書を取らないといけないんですよ、ほうれん草。やっぱね、ほうれん草青々しいのをちゃんと探りながら、大事なんですね、それが。探りながら、スキンシップを取ります。ほうれん草、ほうれん草を取る。ほうれん草がスキンシップ。え、待って待って待って、その辺のスーパーのほうれん草じゃダメなの？ダメです。あ、ダメなの？ちゃんと収穫しないといけないんだ。ちゃんと名産のほうれん草じゃないとダメ で、はい、でほうれん草もしね、ゲットした場合は会話をします。今日は長いやん、君と一緒にほうれん草ゲームができて嬉しいよ。私も嬉しい。女の子なんだ、ほうれん草大事に扱ってね。君は今日は何の料理にしちゃおうかなみたいなね、会話をしてるんですよ。今のね、この 3,4 分間は何も関係ありませんということでね、あったよ、まあ、やっていくわけ。パーやっとったよ。時間返せよ、お前。ほうれん草ゲームってやってたの。やっていくわけなんですけど、じゃあほうれん草をこちら、はい、手2つあるので、最初の人が2本持つ、全員じゃなくて最初の人が2本持って、そして両手をグーにして表現で表していくんだけれども、うん、ほうれん草実際持った人からほうれん草、ほうれん草、ほうれん草っていうので、このリズムで好きな人にほうれん草を1本ずつ渡します。あ、なるほどね。またそのほうれん草を好きな人に回します。この時はほうれん草、ほうれん草、そう、そっから次はほうれん草、ほうれん草2回っていう掛け声になるんだけれども、これって1回持って2回目で渡す、はい、そう、2回渡す、はいはいはい、なるほどね。っていうそのリズムでどん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 他の人に渡していくわけなんですよね、うん、乗れてなかったりとか、うん、誰に回したのとかっていう風になった場合は、うん、その人が負けでございます、うん、なるほど、なるほどね。最初の3分いらなかったね。はい、全然関係ありません、最初のやつは。そしてね、2回負けた人が、うん、今回罰ゲームを受けてもらいます。どうする、ほうれん草早食いとか。俺ほうれん草食べれんけどね。大丈夫かな。そんな罰ゲームはない。そんな罰ゲーム、青汁の方用意させていただきました。なるほど。なんか激苦とかそういう話だよね。まあまあまあ、まあ、健康になれるんでね。一回も飲んだことない。逆に喜ばれるから飲みたいもん、僕も青汁。ああ、じゃあね。うん、あ、じゃあねじゃねんて、罰ゲームとしてやるんだから。それじゃ早速やっていきましょう。ちなみにこれから本番なわけですが、はい、おすすめのほうれん草ある人いる？あ、自分で持ってきてもいいけど。持参してもいいよ、別に。ジェルなんかほうれん草育ててるって。あ、実はあるよ。あ、なんとね。あれ、どこだっけ。あ、ここだ、ここだ、ここだ。あ、いや、めっちゃでかい。見えてない、見えてない。めちゃめちゃでかいじゃん。いや、めっちゃでかいやん。大根やん。南極で育てたほうれん草でございます。すごいね。こちらございます。強そう。じゃあちょっとスタートラッシュはちょっとメインの。いやいや、お前やらないんかい。それではいきます。僕からいきます。ほうれん草ゲーム。ほうれん草、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 ほうれん草の帝王が。おい、帝王、南極のほうれん草だからとか言い訳すんなよ。これは後で反省会します。僕の中で あるんだね。自分のさ、好きな産地の方がよくできちゃう。そうだね、確かに。暑いとこあるから、ちょっと慣れてなかったのかもしれない。南極のほうれん草、実家から持ってきました。それは馴染み深い。これは負け
待って僕らアウェーすぎるこれやばい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 。それでは行きたいなと思います。ほうれん草ゲーム。ほうれん草ほうれん草ちょっと待って、アウト。罰ゲーム。こんにちは。まあね、緊張してるんだ。緊張してるんだ。背負ってるからね、ほうれん草協会。ほうれん草かい。ほうれん草、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 え、待って、あの待って、気づいたかも。コロちゃん、お酒飲んでないとこのゲームやる。あのね、なんかね、頭の中で一個ね、停止ボタン押してるんだよ。なんでフォレストゲームとかやってたのもう、あれ最初ね、今日はバンフォレストゲームってやってたのに。一回カットでしょ、これは。違う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 。あの、やり直さない、やり直さない。もう二罰だから、今日はバン。もう一回お願いします。さっきまで案内協力と説明してた人とは思われへんねんけど。じゃあ、あった。じゃあ、コロちゃんがほうれん草持ってきてくれるならいいよ。なんか、実家はちょっとなんかね、甘えてたんじゃない、実家のほうれん草。なんか実家だからいいなってところあったんじゃない。はい、来ました。どこのだ、どこのだ。考えて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 実家から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 、もうこっから逆転むずいと思うから、この前罰ゲームコロン以外、コロン確定で次負けた人、コロンがもし今回負けたら、コロン2回じゃない。2杯、青汁2杯。青汁2杯いきます。2杯分いこう。変わんないやろ。それはもうね。じゃあ行きたいなと思います。いいよ、行くぞ。ほうれん草ゲーム。イエーイ。ほうれん草、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 ほうれん草2回持ったら踊れるんだよ。踊れるじゃねえよ。ゲームどうなんだよ。お前実家ルール出すな。お前やめろ、その実家ルール。実家ルールもねえだろ。だって今なんかさ、ほうれん草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 、いやいや王は決まってるからみんなでやるから楽しい。いや、みんなでやった結果は僕だったんですよ。そうなの。3回連続負けたんですよ。ということで罰ゲーム、ボンパン、イエーイ。ということでコロンさんには罰ゲームとして青汁2杯分お飲んでもらうの。いいじゃん。まあでも2杯言うても色やばいよ。あー、濃い感じだこれ。おいや、でもさ、好きかもしれん。確かにね。あと、あの、原稿に行って最初出たし。これでほうれん草ゲームやる。やらねえよ。まあ、しかも多分、もう一回ってまたコロちゃん飲むことない。ほうれん草、ほうれん草って。それでは行きたいなと思います。はい、今日も一日お疲れ様でした。イエーイ。ほうれん草、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 ダンスしとく。ほうれん草ダンス、大丈夫、大丈夫。はい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 。あー、すごい苦くてもうぎこちねえ。ほうれん草、ほうれん草、あの、ラチ1ミリも伝わんけど、眉間のシワエグい。顔梅干しみたいになってる。以上、ほうれん草ゲーム対決でした。イエーイ。